お昼、いい天気だった。爽やかな風が吹いていた。ヒーロー星人現す、まさかの誕生状。チーズ星人の話、上質なチーズ、カップヌードルチーズカレー。アンディはひよわらず、薪割りをサボってカップヌードルを食べることにした。彼は疲れていた。星人はイタリアへ来ていた。しかし人々の反応は冷たかった。イタリアンシーフード、モッツァレラチーズ星人アロイエルイエル、ダブルチーズの新カップヌードルチーズカレーができていた。ダブルまろやか。あら、2人も、2人もできていた。